チェロキー、チェロキーの国称チェロキーネーションの旗チェロキー族はインディアン部族。チェロキーの語源は直頭族が交易に用いた単語で山に住むものを意味するチャラキー、またはクリーク族の言葉でわかりがたい言葉を話す人たちの意図される。彼ら自身はこれらはすべての人間であるを意味するアニュンウィアと自称する。16世紀ヨーロッパ人が入植し始めた頃には 北米大陸の東部から南東部にかけ、ミシシッピ川流域に住んでいた。18世紀のチェロキー族は、イギリスやアメリカとの間に自分たちの土地を守るための戦いの連続であった。1794年にアメリカ合衆国との間に休戦条約を結んだ、あとは文明化の道を歩んだ。彼らは、地下僧族、息子ギーブ族連合、直騰族、 セミノール族と五大部族連合を結成し、白人の文明を受け入れ、白人社会の仕組み等を取り入れ、文明化後部族と呼ばれた。1821年には、四空屋によって、チェロキー文字が発明された。85の音節文字からなる、使いやすく、覚えやすい文字ですぐに習得できるため急速に普及した。彼らは、白人の生活様式を好んで取り入れたため、 周辺白人との混血も進むこととなった。1830年代、ジョージア州で起きたゴールドラッシュにより白人が彼らの土地に乱入してきた。アンドリュー・ジャクソン大統領らは彼らを西部のインディアンン州へ強制移住させる方針を決め、武力でこれを強要した。チェロキー族らはこれに対して抵抗戦を行い、セミノール戦争などインディアン戦争を戦った。 1838年、アメリカ陸軍の軍事力に屈服を余儀なくされた、チェロキー族をはじめ6万人の5大部族は、ミシシッピ側の西のインディアン巡州に強制移住を余儀なくされる。この移住強制は、徒歩で行われ、涙の旅路と呼ばれた。当時の記録では、墓に入るかと思える老婆でさえ、重い荷物を背負わされて歩かされていたと記述されており、 この荒烈な強制航路では、チェロキー族だけで2から8千人の犠牲を出した。東部、チェロキーの旗、ノースカロライナ州をはじめ、東部から南東部のチェロキー族の一部は、インディアンの境遇に同情的な白人の助けを借り、また山深く隠れて強制移住を免れ、現在の東部チェロキー族の祖となった。チェロキー族が表面上いなくなったジョージア州など、南部の広大な土地は、 後に一大面下産地に変貌する。こうして、チェロキー族は大きく、西部と東部に分断されることとなってしまった。オクラホマに強制移住させられた約1万9000人のチェロキー族は、ここにあてがわれた堀内で、さらなる文明化に取り組み、ターレカに主婦を置き、立法行政議会を設置、1839年にチェロキー憲法を発布。 1841年、チェロキー族の公立学校を開校。1844年には18の学校が開設した。1842年には、インディアン発のチェロキー語による部族新聞、チェロキー族の主張紙を発行した。しかし、間もなく押し寄せる白人入植者によって、再び彼らの土地は収奪されていった。現在、最大のチェロキーネーションは、 オクラホマ州南東部オザーク高原にあり、ターレカを本部とする。オクラホマ以外のチェロキー族も、北東部、南東部、西海岸部などの多数の州に分散して、部族共同体を堅持しており、アメリカ連邦政府に部族としての公認を求め続けている。2000年の総人口は約32万人。チェロキー文字の公案者、シクウイアチェロキー語は、ミナカタエルコイ語族に属する。 など、他は、下の一覧を参照。ありがとうございます。